なんかいっぱいこんな飾ってるよ、いっぱい。かわいい。かわいいね。すごい。じゃあみんな集まったかな？大丈夫かな？座れたかな？はーい。じゃあでもリコピンをね、みんなで元気よく呼んでみましょう。せーのでリコピンって呼ぶからね、呼んでね。じゃあお姉さんお願いします。いきます。リコピンでわかる？わかる。さっきのトマトの。トマトの。王子様。みんなでリコピン呼びます。いくよいくよ。リコピン。あれ？あれ？あれ？声がちょっとリコピンの方に届いてないみたいだね。ちょっともう一回元気よく。もっと大きな声で。もっともっと大きな声で呼んでみよう。せーの。リコピン。リコピン、わありがとう。リコピン、せっかく出てきたんだからみんなに挨拶しなきゃ。ごめんなさい。それじゃあ改めて、はじめまして、僕リコピン。今日はベジスタに来てくれてありがとう。実はみんなにプレゼントを用意しておいたんだよ。プレゼント？あ、もしかしてこれだ。これですか？リコピン。リコピン。お兄さんお姉さん、それをみんなに配ってね。はい。配るね。みんなに配ります。はい。はい。はい。リコピンのカード。リコピンのカードや。回ったかな。なる？ない？もらってない。もらってない。ちょっと待ってね。はーい。はーい。そしたら、まず最初に自分のカードに名前を書いて。名前を書こう。あ、名前を書こう。ここの白いとこあるね。ここ。ここに自分の名前。ここに書いてる名前書こうか。このマジックあるからね。はーい。カードを交換してみるんだよ。カードにはベジータのようなキャラクターのカードが入っているよね。同じ絵が2枚にならないように交換するんだよ。わかるかな？わかったかな？いけるかな？すごい上手。出ない。はい。こっちどこ？出た？よし。はい、頑張って書こう、自分の名前を。あ、ごめんね。わあ、字綺麗だね。すごい。赤お姉ちゃん、ヒロシ君。あー、かけた人。お、かけた。リコピンのカード、この貸してくれる？ちょっとリコピンのカード置いといてね。リコピンのカード置いといてね。それ以外のカードを交換してみよう。はーい。リコピンのカードは持ったままだよ。うん。リコピンのカードは持ったままね。わかる？このカードを置いたままで、他のカードをお隣のお友達とね、変えてみようか。はい、かけたかな。はい、交換しようか。よし君、交換しようか。じゃあ、交換してみよう。うん。頑張れ。はい、ありがとう。よし君、交換してみようか、隣と。じゃあ、うん、じゃあ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 
みずきちゃんお料理を作る前にどれあげる。もう一つ、みんなともう少し遊びたいと思うんだ。遊びたい。おそれはボトルアレンジ。やった。テーブルの上に乗ってるボトルにシールを貼って、オリジナルのボトルを作ってね。みんな用意はいいかな？用意できたかな？それじゃあ、じゃあスタート。じゃあこのシールを使って自分の好きな、ね、ボトルを作ってください。じゃあこれをみんなで使ってください。こぼさないように気をつけてね。気をつけてね。こぼさないように。マイカ、リボンのシール欲しい人かわいいよ。よし、リンゴ通貨をパッと。シール貼ってね。いっぱい貼って。リコピンこんな感じにできたよ。まあまあ。じゃあ頑張って。ママは？サリお姉さんは？お姉さん今からやるからちょっと待って。できたかな。まだ？よしもうちょっと頑張ってやってね。リボンがいっぱいだ。ママがいっぱい。あ、すごい。かわいい。ああ、いいね。かわいいな。あ、できた。できた？もうない。シールない。シールない？みんなできた？そう。あ、すごい。みんな綺麗。かわいいな。貼ってね。はい、みんなできたかな？まだ。まだ？まだ。できた。できた？はい、もうそろそろね、お料理の時間に入りたいと思います。はい。いけるかな？もうちょっとです。頑張れ。もうすぐ。もうすぐ。うまくできたね。はい。じゃあここからはクッキングタイム。うん。お兄さん、お姉さん、お願いします。はい、ありがとう。はい、今からお兄さんとお姉さんでみんなにある料理を作り方を教えたいと思います。みんなちょっと待ってね。みんなピクルスって知ってるかな？ピクルスって知ってるよってこと。おお、すごい。すごい。じゃあ、ゆきちゃん、ピクルスって何だっけ？ピクルスは知ってるわ、知ってる。知ってる？知ってるよ。キュウリからできたもの。そう。すごい。ハンバーガーとか言うの。そうそうそう。正解。ハンバーガーね。ハンバーガーとかにお肉の上とかに乗っけてるあれがピクルスって言うんだよ。知ってる。わ、すごいな。今日はね、そのピクルスをみんなのオリジナルな、これさっきね可愛くしてもらったこの瓶で好きな味を作ってもらいたいと思います。はい。じゃあ今からね、お兄さんがね作り方を言います。なのでしっかり聞いてください。いいですか？はい、はい、まず瓶の蓋を開けてください。瓶の蓋を開けてください。開けた。瓶の蓋を開けた。じゃあみんなちょっと作る前にみんな立って作ろうか。一回立ち上がりましょう。はい、いいですか？はい、作り方言います。はい、みんなの、机の上にこんなカップあるかな？ある？ある？ちょっと貸してね。あるよね。こぼさないようにね。
これはこの中にお酢と水が入っています。お酢で、あとこれあるかな、これある、持ってる、この白いコップ、これお砂糖、2つお砂糖があるよ。そうそう、いっぱい入ってる方がお砂糖だよ。で、これ塩、これあるかな、お塩1つ、うん、少ないのがお塩。はい、これをいいかな、持ってる、大丈夫、 OK。 じゃあこれをこの瓶の中に全部入れちゃってください。こぼさないように、はい、全部入れてください。うん、お酢も入れてね、お酢も入れてね。入れたらスプーンでよくかき混ぜてください。スプーンで、うん、塩もよくかき混ぜてください。はい、スプーンでよくかき混ぜてください。入れたらスプーンでかき混ぜてみよう。はい、しっかり混ぜてね、しっかり混ぜてね、しっかり混ぜて、こぼさないように気をつけてね。いけてる？大丈夫？いいね、溶けてるね、どうぞ。はい、溶けたかな。はい、じゃあお兄さんとこまた注目してください。お兄ちゃんとこ見てね。はい、次はここからみんなの好きなピクルスの味を作ってもらいたいと思います。今日はね、スパイスを4つ用意してます。ちょっと見えないお友達は前に来てね。スパイスを4つ、はい、これ何か分かる？あ、こうしようか。お兄さんちょっと、これ何か分かる？お姉さん、なんだろう、知ってる人、分かる人、これ、はい、お茶の葉。あー、近いけど違う。匂ってみ。おえこれはハーブです。ハーブです。はい、じゃあこれ分かる人、はいカレー塩。正解。カレー、そうやな、カレーやな、カレー粉だね、カレー粉。あとこれ難しいな、これはしょ、おい、わさび。あ、惜しいな。はい、ゆず。正解、これゆずの胡椒だ、ゆず胡椒っていうね、ゆず胡椒。あとこれ、はい、マーガリン。マーガリンと一緒に食べたら美味しいな、これ。これママレード。これオレンジ、オレンジのママレード。これを、みんなのさっき作ってもらったところに、あまり入れすぎると濃くなっちゃうので、だいたい1杯か2杯ぐらいで入れてみてください。別に1種類だけじゃなくても、いろんな好きな味を入れてください。わかりましたか？はい、じゃあ作ろう。はい、何入れようか。水こしょう。カレーこれね、入れたらしっかりまた。